地図海風市は、中華人民共和国の河南省東部に位置する地球市。中国でも、最も歴史が古い都市の一つであり、歴史上幾度も、首都とされた。11世紀から12世紀にかけて、世界最大級の都市であった。他の歴史ある都市である西安、北京、洛陽、南京、広州、安陽、帝州とともに、八大ことと呼ばれる。 開封の名の由来は、春秋時代に遡り、当時この地方を支配していた、帝の将校が、現在の開封の近くに城を築き、そこに、京風と名付けたことから始まる。後に、全館の京帝を引きして、道義の会の字に改められた。戦国時代には、義の領域であり、大張と名付けられて、首都となった。しかし、真の攻撃で落城した際に、 都市も荒廃した。前漢の時代に、武帝の弟の寮を、劉武氏が封じられたこともあったが、五漢から三国時代の義にかけての時期には、郊外の陳竜が、陳竜軍の軍地と位置づけられるなど、さほど重要視される都市ではなかった。陶儀時代には、寮州、北州時代には、弁州と呼ばれた。隋代になり、大運河が開通すると一気にこの都市の重要性は、 高まり、南からやってくる物資の大集積地として栄えた。その後の唐末期に、首都長安は荒廃し、それに代わってこの都市が全中国の中心地となり、唐から散脱した、主全中はここを首都として、荒涼を建てた。その後の五大政権も、高唐を除いてすべてこの地を首都とし、公州により、弁州と解消された。 市人本生命城下と生命城下とその公衆より前兆を受けた、長教員により建てられた層は、東京開封府と称して、ここを首都とした。開封府は拡張され、三重の城壁が都市を取り囲んだ。大運河の一部も引き込まれ、水運によって米をはじめとした、大量の物資が、江南地方より運び込まれ、開封には、国中の物資が集まるようになり、 ここにおいて、開封は、空前の繁栄期を迎えることとなる。交通の障害となる区画同士の壁は取り払われ、庶民の夜間通行も許可され、空いている土地には必ず屋台が立ち並び大道芸、講談などが行われ、昼夜を問わず飲食店には、人々が集い、酒や茶を飲んだ。上流階級やさらにはペットにまで食事を配達する、事業も存在した。 その繁栄ぶりは、東京夢かろく、生命城下とに記されている。北方の金が海風を占領し、南宋と退治すると、首都の座を失うとともに、南北分断によって、大運河も荒廃し、三重の城壁のうち外の二つは、放棄される。モンゴル帝国により攻められて、領土の大半を奪われた金は、この地に戦として、抵抗を続けたが、ほどなく、 滅ぼされた。金と元では、首都は、北京に置かれ、開封はあくまで、河南の中心地に止まる。また、元が中国を統一すると、広州と大東を短絡する形で大運河が、再建され、開封は、新たな大運河から外れた。秋夜には、修王府が置かれ、壮麗な建築物があったが、黄河の大氾濫により、土中に亡した。聖長に、 州王府の後に、流亭が建てられた。その後の明清でも変わらず、河南省の省都とされたが、日中戦争中の1938年6月から1945年8月まで、日本軍に占領された。中華人民共和国が誕生すると、省都の地位を定州に奪われた。現在の海風は、観光地として栄えている。現在の都市の下には、 秋代の都市が眠っており、その下には、壮大の都市があり、全部で六層が積み重なっていると2004年2月に発表された。このようなことになっているのは、黄河が、たびたび氾濫したゆえである。北壮時代の開封。三重の守り新城、宮城、宮城に守られている。王宮のあった場所は、現在は、流亭公園と呼ばれている。開封市は五四かつく。 4県を管轄する。開封市陳流線区開封地区開封市開封市は、沿岸部と内陸部の中間に位置し、全国的な交通の要衝である、定州市から約70キロメートルのところに位置する。ユーラシア横断鉄道の一部である廊海線が、市内を通り、定住公鉄は、ジョランダカ鉄の一部を構成する。公鉄は、定州東駅で定にし、 京広高鉄に、助州東駅で京国高鉄に接続し、将来的に村寺雲港まで延長する予定である。中心駅は、開封駅である。連閣高速道路や G310 国道が開封の東西を通り抜けるように設置されている。大広高速道路や G.6 国道が開封の南北を通り抜けるように設置されている。鉄道歴史があり、また、 中国次第基礎の水古伝の舞台ともなった地であることから名所が数多い。ラージストシティーズスルーヒストリー中国古都学会、鄭州を八大古都の一つに、ハット ABCDEFGU 工場市ありがとうございます。